ルイ・アームストロング、ルイ・アームストロング、ルイス・アームストロング、1九百一年八月四日から九百七十一年七月六日はアフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャン。サッチモという愛称で親しまれた二十世紀を代表するジャズミュージシャンの一人である。サッチモという愛称はサッチェル・マウス、釜口のような口というのをイギリス人記者が聞き違えたとする説や、 サッチ、エーマウス、なんて口だ。から来たとする説などがある。その他、ポップス、ディッパーマウスという愛称もある。アームストロングが生まれ育ったのは、ニューオーリンズのアフリカ系アメリカ人が多く住む、比較的貧しい居住区であった。子供の頃、祭りに浮かれ、ピストルを発砲してしまい、少年院に送られた。その少年院のブラスバンドでコルネットを演奏することになったのが、 楽器との最初の出会いとなる。その後、街のパレードなどで演奏するようになり、人気者となる。1923年、シカゴに移り、キングオリバーの楽団に加入。同年、初のレコーディングを行う。1924年には、ニューヨークに行き、フレッチャー・ヘンダーソン楽団に在籍。この時期、ブルースの女王ベッシー・スミスとも共演。その後、シカゴに戻り、 当時のツマリル・ハーディン・アームストロング、ピアノラと共に自分のバンドのホットファイブを結成。同バンドが1926年に録音した楽曲、ヘイビー・ジービスはジャズ史上初のスキャットボーカル曲として知られる。1925年11月から1932年、OK レーベルで録音が行われた。1930年代にはヨーロッパツアーも行う。 第二次世界大戦時には異問公演も行った。しかし人種差別が法的に認められていた当時のアメリカでは公演先でも白人と同じホテルへ泊まれないほか劇場の入り口さえ別々というような差別を受け続けた。1932年にビクター専属となり、1939年からデッカで録音が行われた。1950年代には バラ色の人生やキッス・オブ・ファイア等が大ヒット。また、1953年には初の日本公演を行う。1956年にはエラ・フィッツ・ジェラルドとも共演。1960年代、時代がビートルズを代表とするポップミュージック一式となる中でも多くのアメリカ国民に受け入れられた。特に、ハロー・ドーリー。 は1964年5月9日付の全米の1位を記録し、その年の2月から3ヶ月間1位を独占していたビートルズの連続1位の記録をストップさせ、当時63歳のルイの異業は全米を驚愕させた。1967年にはこの素晴らしき世界が世界的なメガヒットとなった。1968年にはウォルト・ディズニー映画の曲を取り上げたアルバム、 サッチモシングステズニーを発表し、ジャンルに縛られない柔軟な姿勢を見せつけた。1969年には、女王陛下の007の主題歌に近い挿入歌、愛はすべてを超えてを発表。イギリスでは1994年に、ミュージックウィーク誌で最高位3位を獲得している。高い音楽性と、 サービス精神旺盛なエンターテイナーぶりが評価され、映画にも多く出演した。代表作は、フランク・シナトラや、ビング・クロスビーと共演した、上流社会や、五つの同化、ハロー・ドーリー等。1918年、デイジー・パーカーと結婚。いとこの息子、クラレンス・アームストロング、幼少期の怪我で知的障害があったを養子にする。アームストロングは一生彼の面倒を見た。 1923年離婚。1924年、リル・ハーディンと結婚。リルは、キング・オリバー・バンドのピアニストだった。アームストロングが、ツアーに明け暮れていたこともあり、1931年、別居、1938年離婚。歌手で作曲家でもあった彼女は、ヒレンカ、ジャスト・フォー、エイズ・リルを1939年に発表。20年後、 1959年に、レイチャールズがカバーした。その後、長年の恋人、アルファ・スミスと結婚。3番目の結婚は4年間続き、1942年、離婚。同年コットンクラブの歌手ルシール・ウィルソンと結婚。1971年に、彼が亡くなるまで添い遂げた。アームストロングは4度結婚し、 子供たちを愛したが、実施はなかった。しかし、2012年11月に、57歳のシャロン・プレストン・フォールタが、自分は、アームストロングの娘であると主張した。主張によれば、コットンクラブのダンサーだったルシール・スウィーツ、プレストンとアームストロングの1950年代の、ジョージから生まれたとのことである。アームストロングは明瞭な性格と高い、 音楽的技術を合わせ持つカリスマ的かつ独創的な演奏者であり、洗練されていない地方的なダンスミュージックをポピュラーな音楽形態であるジャズへ発展せた。トランペット奏者、歌手としても有名。ジャズ界でも稀であるほどの天才トランペット奏者と言われ、ウィントン・マルサリスはいろいろなトランペット奏者の良いところを盗もうとしたけど、アームストロングだけは盗めなかった。 とにかく凄す,すぎるからさと称賛。歌の方でもスキャットという手法を広めたことで知られ、サンセットカフェで出会ったキャブキャロウェイにスヤットを教えた。マイルス・デイビスはアームストロングは喋りまでジャズになっていると語っている。ルイ・アームストロングと彼のホットファイブ、ルイス・アームストロングヒズ・ホットファイブによるウェスト・エンド・ブルース1928年6月28日録音。 について、当時、ボルチモアの女郎屋で下働きをしていた少女、ビリー・ホリデーは、この歌声は、私にとって実に多くの意味を持つ歌に聞こえた。ある時は私を、さめざめと泣かせたし、ある時はこの上なく幸福な気分にさせたと述べている。アームストロングは、優れた、文筆家でもあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。